はい、どうも。今日は今日はね、はい、これ買ってみたんですよ。何ですかそれ？メンズゴリラ鼻毛ワックス脱毛キット6回分 6回分もあるんですか？6回分もある。これなんで買ったかって言ったら、はい、ダーツをやるときにやっぱりこうスースーしてた方がパフォーマンスが良くなるんじゃないかと思って、はいはい、まあ僕は別に花粉症とかもないし、はい、鼻毛がないっていうのは、まあ、多分良くないと思うんだけど、必要な毛だから生えてるわけでしょ。そうですね、うん、鼻毛がないっていうのは実にこう危険なことかもしれないけども、はい、けど集中してる時もさ、はい、みたいな空気になるわけじゃん。そうですね。っていうこの時に、はい、みたいななったら、はい、集中がちょっと切れるんじゃないかと、はい、で要するにだからこの脱毛もダーツなんです、はい、脱毛もダーツ、うん、ダーツ、ダーツ、うん、全部ダーツ、全部ダーツ、うん、だからこのこれねこれ鼻毛を今から抜いていきます、はい、いきましょう。今までやったことないんですか鼻毛は？ないね。他はあります？ある。すねも、はい、チンチンも、はい、お尻も、はい、やっぱ全部ダーツですか？脇も、脇も、頭も、はい、はい、それ全部ダーツということで。全部ダーツだから。はい。うわー。納豆みたいにこれピッて切って。お。ちょっと。うわ、めっちゃ熱そうこれ。お、お、いきますね。なかなかグリグリいきましたね。いや、やっぱほらあの鼻の側面にさ、はい、バチコーンいかん、はい、根こそぎいきたいやんそりゃあ、そうですね。暑いですか？暑、うん、くないね。暑くないです、うん、行きましたね良さそうですね。うん、でも感覚的ではやっぱり左の方がいいかもしれない結構いけとるかもしれない、うん、左もう溢れてますね、鼻から入れすぎて、ま、嘘めちゃくちゃ溢れてますよ。まあでもこれもダーツだからさ。そうですね、うん、これもやっぱダーツの時は、はい、みたいな感じじゃなくて、はい、俺いつもしてるけど、はい、ピッとピッとダーツの時はピッピッってしっかり、まあはい、いやちょっと1分測ろうか、はい、ちょっと入れちゃったけど、はい、こっから1分でもまあ遅くはないだろう。そうですね、うん、ちょっとこれがあることによって顔認証が全然はい、皆さん1分経ちました私の今からこの鼻をバッてやってダーツに、まあ、こうとこね、息を吸いやすいように、はい、鼻のコンディションを整えるっていうのをやりたいと思います、はい、いきます。はい、なんかさ、はい、心境的に、はい、心境的に、はい、あのベンチプレスでちょっとマックス、はい、トライしてみようかなっていう時のはい、はい、このタイミングの取り方、あ、はいはい、こう、行くよ、はい、っていうあの時の、はい、そういう心境似てますね。うん、よし、行くよ。はい、行くよ。はい、
ので見せるんですね。うわすごい。皆さんこれ見えますか？皆さん見たいんですかね、ここは。見えるかな？これめちゃくちゃ撮れてますね。俺の鼻の中どうなってんの？なんかいっぱいカスが残ってる。いやでも好きになったっていうことでね、はい、うん、きっとこれでダーツも上手くなると、はい、うん、あの自分の生活をすべてダーツにつなげられる、はい、そのこじつけ力、はい、これを皆さんぜひ身につけてですね、はい、ダーツを投げること以外でもダーツを上手くなっていきましょう。